何か違和感を感じる。ぬわ、え、何これどういう状況？インベントリがバリアブロックで埋まってるやで。そう、今回は、インベントリ9マス縛りのデータパック。まあ大変なの持ってきたな。いや、9マスは相当厳しいんじゃない？違う、かなり厳しいんだよ。相当以上のかなり厳しいやつやで。別にどっちでもいいだろ。9マスとなると、持つアイテムが重要になってくるな。まあ、まずは普通にキコりまして、ツールを作ってインベントリを埋めますやん。この時点で6つも埋まってるじゃねえか。あー7つになっちゃったよ。でも実際、ツールで3つは埋まるでしょ？そこに食料や松明とかも追加されるし。攻略まで行くとなると、必要なアイテムも多くなるよな。これはアベルの断捨離力にかかってるやで。断捨離の鬼と言われたアベルさんに任せとけって。言われてないだろ。気づいちゃったんだけどさ、左手という存在がありました。ああ、そっか左手があったか。左手も合わせたらインベントリ10マスになるね。これはいわゆるタイトル詐欺ってやつじゃないか？ああ、アベルもついにやっちゃったか。いや、違う。左手はあくまでオアウアンドであってインベントリ安定にはならないっていうかさ。ロレツ回ってないぞ。まあ、どうせ左手は盾持つだけになるだろうからね。そう、そうなのです。夜になるまでに村を見つけたかったのに、なかったよ。今回は村なかったねー。でも、どこかしらで野宿する場所探さないと。ここの渓谷とか野宿にぴったりじゃないですか？いやなんで渓谷に野宿なんだよ。湧き潰しさえしたら安全な場所やで。それに、鉄鉱石も回収しておきたいからね。まあ、早めに鉄装備は揃えておきたいか。よしよし、これだけあれば十分でしょ。いやー9マスでやりくりするの大変ですな。でも、意外と進行はできてるね。剣がなくても斧があれば武器になるし。節約のために剣さんは断捨離して、断捨離シャリ。もういきなり攻撃するのやめろよ。せめて声ぐらい出して近づけよな。いや、それにしてもこのゾンビ声が小さすぎないか？あ、そういえばモンスターの音量下げてたんだった。アベルってばおっちゃめー。あ、殺意。やっぱり村ないか。だったら仕方ない。ちょうど溶岩だまりもあることだし、ネザーゲートを作っちゃうやで。ええ、貴重な1マスを使ってバケツを作りまして、エッサホエサとゲートを作るのであった。ダイヤツルハシがなくても簡単に作れるよね。てか、村が見つからないとなると、ネザーの交易でエンダーパールを集めるの？その方法で集めるしかないからね。てなわけでチャカチャカファイヤー。ブレイズロッドも持ち帰らなきゃだし、ちゃんと持てるか不安だな。行く前に断捨離しておくべきじゃないか？そうだな。お前とお前とお前はここでお留守番な。あ、やっぱりお前は連れて行く。ゲートが破壊されたら帰れなくなるからね。さて、要塞は見つかるのか。アベルさんの要塞運はマイクラ界でトップに入るレベルだぜ。目の前に要塞があってもおかしくないって。目の前に、要塞？どこやで？要塞どこにあるやで？ふむ、目の前にはなかったか。しかし近くにあることは確実だろうね。いや、そもそもゲートの場所が最悪じゃない？ソウルサンドの上で何にもなさそうだけど。何にもなさそうなんじゃない？探すのだよ。何か見つかるまで掘って掘って掘り進めるのだよ。何かあったらいいんだけどねー。ぐす、ぐす、ぐすー。金塊がちょっとあっただけだったな。まったくもって要塞はなさそうだったやで。ぐすぐすピエーン。仕方ない、反対側の陸に道をつなげよう。もしかしたらこっちに要塞があるかもしれないからね。ないじゃん。ありませんでした。ちょっと待って、あんたの唯一の取り柄だった要塞運が嘘だったってことだよね。いや、それは、あんたの価値ゼロじゃん。価値ゼロの男アベルをこれからもよろしくやで。ちょっと一回要塞が近くになかっただけでひどくないですか？ぷんぷん、もういいもん、ピグリンと取引するもん。拗ねちゃったやで。まあ、これでエンダーパールは確保できると、要塞探すの面倒なんだよな。まあまあ、要塞見つかれば後の作業は簡単ですし、いややがもらえるのは普通に嬉しいんだが、エンドラ戦で弓矢が使えるのは大きいね。てか、普通に作るよりこっちの方が早くない？確かに、ピグリンと交易するだけでいいな。ピグリンと交易することないから全然知らなかったやで。お前たちはもっとマイクラの知識を。しかし、ヤトエンパ以外はゴミなんだよな。なかなか欲しいものだけはくれないか。ゴミじゃなくてエンダーパールをよこせって言ってるんだよ。ほら金塊集め頑張ってー。その後、さらに15個と交換するもエンパはなし。その後さらに追加で15個、ようやくエンダーパールを確保。やだー。いや、たったの2個？金エンゴット50個で2個だけやで。ははははは、途中でエンダーマンを借りつつ、金塊を探してたら要塞を発見。お、いいねいいね。すっごい遠い場所ってわけではなかったね。つまりアベルの要塞運最強伝説は健在？いや、それは違う。おーん。そんなわけでポテト回収の時間よ。ポテトは揚げたてが一番なんやで。火炎耐性がついてるだけでかなり楽に倒せるね。本当ならもっとモテてたのに。まあ、この世界じゃ贅沢はできないからね。そして再び始まるピグリン交換会。30個もあればちょっとぐらいもらえるでしょ。はぁ、一つも交換してもらえなかったやで。
だろ？あのサーベル、一つ言いたいんだけど、お前運なさすぎじゃね？村もないし要塞も近くになかったしエンパももらえないしこの世界最悪だー。でも、エンパの確率は 2% だけなの。痛い？耐火のポーションやソウルスピードのエンチャボンはそれ以上に確率が低いのに、明らかにエンパよりも交換されてるやで。つまり、これが例のあれね。物欲センサーに反応してるってことなんだよ。物欲センサー、恐るべし。その後、なんとか頑張って7つのエンパを獲得し、やっと要塞探しの準備が整ったのであった。マジでネザーだけで2時間以上かかったぞ。次からは絶対に村での交易にしろよ。村の方が確実にもらえるやで。ガチャガチャ、怖い、ソシャゲ、嫌い？とっとと要塞見つけるぞ。あっちの方だよ、急げ急げ。うっしっし、エンダーアイを一つも失わずに見つけられたぜ。お、ちょっと運が戻ってきたんじゃない？ゼロに等しい運が1ぐらいになったやで。アベル様の運を舐めるんじゃねえぞ。あう、あ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 う？お前本当に何してくれてんの？エンダーアイの数がこれじゃ足りないじゃん。やっぱり運が悪いままだったやで。ひどいよ、こんな仕打ちってあんまりだよ。でも、いい、音色だね。バカ言ってんじゃねえぞ。へへ、エンパ集めなんて楽勝よ。これでエンドに行く準備は整ったね。いや、ブレイズパウダーがないやで。え？え？ええ？どうしてこんな網戸デマをしなきゃいけないんだよ。ほんと最悪だよ。うおーおー、ほっほっほー。きた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 ー。テンションの振れ幅がおかしくなってるやで。はは、ちよーっと回り道しちまったがやっと挑めるぜ。そうね、ちょっと回り道しちゃったくらい、水に流せはしないけどな。ですよねー。ここで一つ豆知識なんですけど、実は、檻があるエンドクリスタルは下から破壊ができるんです。そこのちょっとした隙間から壊せるの？壊せてないけど、デマを広めてるやで。あっておかしいな、前にやった時はできたんだけどな。ほらねほらね言った通りでしょ？おう、確かに安全に壊せるな。でもそこだけニアを消費しちゃってるよ。一朝一夕には成功しないというわけだ。まあコツをつかめば余裕なんですけどね。でも、矢の数が残りわずかやで。まだエンドクリスタルは残ってるよ。最後の一本で全てのエンドクリスタルを破壊完了。まるで映画のワンシーン。これであとはエンドラをひたすらに殴るだけ。ネザーで矢がゲットできたのは大きかったな。マジでそこだけは助かったね。ということでエンドラ討伐完了の巻。イエーイ。インベントリ9マスでも、なんとか討伐できちゃったね。これが断捨離の力ってやつなんやで。皆さんもいらないアイテムでチェストやインベントリが埋まってませんか？あなたの部屋、散らかってるんじゃないですか？なんだこいつ。そんなところな感じのところで、のし、